ようこそ豚猫ゲームチャンネルで、今日はですね、サルファやっております。久々にね、こう連続してゲームができるとね、余裕ができてるのでやっていきたいと思います。日本語サルファーですね、ローグライト系の、まあ、脱出、FPS になります。操作ちょっとね、これ操作じゃなくて、コントローラーアクセシビリティ、あ、ない操作、まあないからこのままいくか。新規ゲーム、コントローラーにも対応してるはず。サルファーね、まあ結構前から私はおすすめしているゲームなんですけれど、それこそ各社の方がね、Twitter X の方でね、このゲームをアップし始めた頃から私はアルファやってます、やってますとか、こうおすすめしています。はい、これがね、確かね、自動リロード、画面解像度、操作、あったジャンプ、リロード R、E、F、ベル F、タブ、E、まあいいか、これで。あ、これまだ取れないな。キノコがね、回復手段なんだけど、まあいいか。お守り、何か言う前に覚えていないことは分かっています。聞いてください。後ろを見ていいですか、さっきこの洞窟に入ってた火の玉、あれが教会が来払った、魔女なのです。ここにいた全員も一緒に4つの分かりきった質問のうち、今一つだけ、何、私は何者だ、あなたは誰、ここはどこ、どこへ行くの、私は何者だ、あなたは後ろで燃えてる、施設の司祭、あ、司祭だったんだね、神父であり、パトロンなのです。覚えてる前かもしれませんが、あなたは復讐の怒りに飲まれた結果、あの木に行き着き、ああ、なるほど、追いかけてたらそこにぶつかったと。お前誰だ。私はあなたの意識、左肩に乗っている天使、あるいは幻覚。あなたが目の前のことに集中できるなら、何と呼んでくれても構わないと。いいわ。あ、女性の声か。それは私たち二人に誘導だから。あ、本当だ、ふわーって言ってる。ただ一つ知っておいてほしいのは、私たちは長い付き合いだということ。どこ行けばいい、最も重要な人、ここで、あのクソ忌まわましい魔女の後を追うことになります。彼女が行きたがるような、ピュアな自然エネルギーの場所がある。彼女の強さに対抗できるのは私たちもそれらを活用する場合だけ。気づいてるかもしれませんが、死や時間は期待しているほど、厳密なものではないのです。全ては元に方法があるなら私は力になるわ。やる気を出すために必要なことは、全て聞いた。最初はね、まあ、ゴブリンのいる洞窟からスタートですね。かな？あ、刀が。B ジャンプなんだよね。そう。これを変えよう。オプション、操作、ゲームパッド、 B ジャンプなので、ジャンプ B を A ジャンプにして、リロード X
ックス、メレファイア、メレファイアをここ LB、 これを RT、 インタラクトは B、 A ジャンプの方がねやりやすいから。ダッシュ、よし、でね、面白いのが 3D なんだけど、2D をね対応してるので、こういうここのねキャラクターが 2D 対応なんだ。ほらこっち側向いてるね。おっかねと。何か作れるものはないと。シュッ、なんかシャワシャワ声が聞こえる。お前か？やっと気がつきま、やっと気づきましたか。私を近づけてください。その原子、原、根源的なエッセンスの一部を吸収すること。どうぞご自由に。怪しい。目が出てきた。怪しい怪しさマックス。妖怪に戻れ。さらに下へ。次はどうなる。やばくなったら帰りましょうと。足音聞こえる。いやいいね、このリロードいいね。あ、そしてこのBGM よ。お、手榴弾ゲット。前ねこれがなかったからどうやって料理したらいいのかなってね、すごい大変だったんだけど、でジャンプが可能になってるのは、まあおそらく岩、あれですね、スイッチとかでも多分対応するのかな。その関係上でいわゆる B ダッシュじゃないと。あ、プラスこれが必要、木が必要。なんかできた時にジュワワワとかっていう音が鳴ってほしいな。ジューとかポコ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 っていう音がしてくれるともうちょっといいかな。回復をゲットしたから下に降りよう。
て。ルーテッロロタテアイテム、ルタテアイテム、メレメルファイアは、うん、LB でこれが大ってことどうかな。わあいっぱいある。開封にいるから。こっからが本番だよ。弾もくれるし。足音はするんだよな、パタパタ。マップはプロシャールだったかな、自動生成だったかな、覚えてないな。ある程度は自動生成だったと思う。ちょ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 、最近ニュースでボーチャードピストルがなんか家から骨董収集家の家から見つかって、モデルガンかと思ったら本物だったっていうので、なんか捕まった話が、捕まったというか見つかったでいいの。おいやばっ、回復してっかな。あ、全然回復しねえ。いや全然回復しねえ。体力があれだからな。オイル？何ですか？初めて見る。デモ版では見なかった。このアイテムは魔法スロットが得てる武器にドラッグすると魔法がかかる。できない。そもそも持ってないからか。
まあ、ローグライク要素があるので、サブマシンガンがあるところまで行きたいよな。ヨットがする。待って、なんだ、怯えているのか。もう一個下いける。もう一個下いけるけど、どうしてもいつもタブで、タブじゃなくて、あの使ってるキーが、あ、食べよう。どうしてもいつも使ってるキーが、なんだお前、ん？やんのか？ん？警戒しながら進む。なんだ、チャリーンとかならないのか。あ、棒だ。お鍋がないかな。なんだ、こんにちは。やがてな、信じるものよ。魔法の言葉が必要かな。もう魔女も、もう見つけたんだ魔女。君は誰？フェックスシェン。言葉の弟子だよ。これ以上話すことはないよ。独断的に私が何に向かうとなら、いつでも立ち尽くすこと、あ、何時間でも立つよね。今話を聞くか、書くか、魔法の力を与える巻物を売るかに集中したいんだけど、どれか選んで。それなら聞き役を選ぶ。何から話そうかな。まず木に衝突して、その後のことはよく覚えてないんだけど、アミュレットが言うには、私は教会の襲撃を受けてみんな燃えてしまったらしい。なんと元凶は魔女だったんだ。そいつが燃え上がりながら洞窟へと入っていくとこをね、今度はアミュレットが彼女を追って、あの世の待合室みたいなところに入って、あれこれ見つけなさいよね的なこと言うんだから。とにかく今もうストレスが半端なくて。あ、そうでもないかな。風の音に耳を傾けるとか、そういう意味。それじゃ失礼するよ。あ、これか。その通り。それ以来ひたすら虐殺したり、キノコを買ったりして、自分で言ってみるのもすごく、すごいことしてるなとは思うけど、ただ私がここにいる理由がわからない。信念を失っている。ただ怠けているだけ。いいことはないか、それともなんか悪いことしてるのか。物事は元よりも善も、あ、ない、あ、悪もないと。そうだね。そういう意味で言ってるんじゃないんだけどって。気持ちが楽になったよ。選択があるところで教えてた。私は運命の奴隷じゃないんだね。ありがとう。
お安い声はさ、うちの巻物の中役に立つ時が来ると思うよ。こんな賢いな、人から何も買わないわけがいかないね。さあスクロールですね。魔法のスクロールが手に入りましたよと。これは待って、ダメだ、コントローラーで。さてと、これは今ちょっと39円しか持ってないんですよ。何もスクロール買えない、弾も買えない、9ミリも50だしな。キノコは買える。綿棒がある。なんか綿棒がある。綿棒アイテム上にドラッグして修理する。あー、なるほど、耐久性を回復させる。綿棒、なるほど。まあメンテナンスみたいなもんかな。今耐久性とかどうなってんだろう、銃は。あー、純完璧。あー、これ971ってのが多分そろく耐久性だな。1円P38 ダーク。ワルスは P38 みたいなね。あ、スローモーション4秒。なるほど。弾薬箱、エネルギーセル。高いな。弾薬、これショットガンだな。ショットガンはもう、50口径。9ミリ、50。足りない。綿棒か。アウトしたら綿棒だけど、綿棒の必要性あるかな。これは？あー、魔法スロットが空いてる武器にドラッグすると、だから魔法スロットが空いてる武器ないんだよな。まあ、強いて言うなら弾が欲しかったけど、弾もなっていう状態だから、すまん、買うものがない。魔法の言葉とは何だ？空気が呼吸し、炎の葉が揺れ、火が燃える。至る所にあって、いつも耳にしている言葉だけど、耳を固める人はいない。ああ、自然的なね。ああ、解釈し拒否、そうすれば。宇宙の、なんだ、砂の糸にかかった摩擦のない弓でもいい、好きだよね。魔女見た？ああ、魔女は土のもの、私たちは空気のもの。なるほど。魔女が教会を引っ張り、神道を皆殺しにした。アルファへようこそ。ここは天国という、比べるとひょっとばかり厳格で堅苦しいところだよ。いずれは皆たどり着く。魂の行く場所か。なるほどね。何それ、怖い。とりあえず怖くない質問に戻ろう。すまないね、君が聞いたんだ。なるほど。今でもお金がないのでどうすることもできないです。いや、いい BGM。に出たか。あ、パンダ。よしよし。弾ももうなく、ああ、爆弾があったのか。ゴブリンの肉だ。
ゴブリンの肉はなんか料理使えるかな。あ、使えるらしい。食べよう、ゴブリン肉。ゴブリン肉これは食べれるキノコじゃない？偽なんだろう、キノコキャップ。あ、食えないのか。これはどうしてもこっち開いちゃう。これは何？あー、結構回復するな。木の枝が欲しいな。あそこの裏に何かありそうな。何もなかった。間違えた。あ、スープだ。パン。パンってことはこれスーパーなのか。なんだこれ、毒消しガム。多分毒消しのガムなんだろうそのままの名の通り毒消しのガムなんだろう。あー、ここダイナマイトあればしまった。使っちゃった。向こうから持ってくるってことはできないよな。しまった。グレネードあそこで使えば中にね行けたんだけどね。弾が70しかないですね。一応この瞬間は時間が止まってくれるのはありがたいかな。食べちゃうか。チーズ、チーズ、ほらー。謎の肉。何も持たない人か。お、なんだ、豆、小麦粉。
あ、やばい。帰ろ。ちょっともう。うわ、今回も幻影ではない。あ、アミュレットほん、本当にありがたい。今空っぽだったことを忘れるなよ。また満タンになる必要があるからな。あんた誰？墓嵐。ここどこ？現在と呼ばれる、我々は皆罪人であることになった。ああ、サルファーにね、体が呪いだと言えるかもしれない。ああ、いること自体が呪いか。サルファーに囚われてしまったよと。釣ってるの何？純粋なサルファーだよ。厄介な習慣だが教えてあげよう。サルファーにちなんで名付けられたこの年は簡単に手に入るのさ。サルファーがにサルファーが手に入る。へえ。またね、じいさん。ありがとうよ。理解してくれて。いやあ。センテーズ。これはなんだ、小麦。なんか売るものある？これは？どんな装置でも物が多ければ多いほど壊れやすくなる。どんなチャンバーも削れる。魔法にかける。給油、付属品の追加とか。銃がもっと壊れやすくなり、手裏弾が高くなる。だから自分の銃のバランスを確認すること。予備を用意しろと。あんたことは？またやるの、神父さん。私の名前はテルフィー。あ、ラルフィーか。またやるのって。飲酒してる？あ、そうなんだ。安易聖職みたいな感じでさ、精霊だか天からしか知らんけど、授けられたんじゃないかと思ってた。所属外体でですとでも言いたいところだけど、神父さんに嘘つけないしさ。なるほどね。誰かミッションに。自分で、ね、レントゲン作ったけど妙な電波が漂ってるね。ああ、固いコックだ。大変だね。なんか質問があったりして。あっ、なるほどね。サルファーが影響してるんだろう。ああ、教会のコレクションは空っぽだ。あと中にいるのは腕がない人と、なんか鼻血出てる、鼻水なのか分かんないけど。いや、あっ、君は誰？
はあ、ああまた忘れたのかいですね。どうもね、こう私はここに来る前からすでにここでループしてるみたいなんだよね。はあ、はあ、一体何が、はあ、左腕、はあ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 、さあ見せてくれ。弾とかデーナマイトとかグレネードとかあるけど、まあ金がない、まあ金がない。はあ、はあ、ここら辺の銃くれよ早く。サブマシンが欲しい。うわーわー、この先多分ね、なんだろう、アンロックされるのかな。上にはちょっと変わった人がいて、うん、オイルとかいろいろあるってか、まあ、とりあえずこれね、もう話は聞き飽きたから、そろそろサルファに戻るか。これ初期武器だから必ず確かね戻ってくるはず。あ、いっか、ヒューン。あ、あ、違うわ、これ BGM だ。いや、出しか、タンじゃなくて弾がね。なんか料理できるかな。ほいほい。置いてくれよかったかな。なんかパンとか作れそうなんだよな。うわっ、何びっくりした、何の音今の。なんか先に見える。お、びっくりした、なんだ、びっくりした。おお、あ、リボルバーだ、リボルバー。お、ボロボロのリボルバーをゲットした。略してボロルバー。さっきゴーストがいたよねえ。ラム、
なんて不思議な人工物。代金を払えば埋め込むことができるよ。ああ、先、100サルファ。防具とか見つかんねえかな。いかんせんダメージが。やるのは？弾がね。なんだよ。あ、ほら、なんだよ。ピロリ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 ロはい、回復量高いな。これいくか。小麦と、あ、なんか別にどうってことない文章だった。セキノコキャップか。ノコキャップ。ペレットの鈴か。あ、卵じゃん。卵なんか料理できるかな。弾がね、21発しかねえもんな。よく見たら上になんか行けるところがあるじゃん、まだ。ダメか。パッと見なんもないからいいか。卵一つで何かできない？卵と、ないな。あ、卵とチーズと、チーズと小麦で何が？これ卵。ああない。でこれにキノコみ、ない。
ない。ああ、でもこのサイズだけど、10秒間25、赤いね、回復量が。いいね、回復系があるな。でもガンガンじゃあ鉄筋戦で戦っていくか。バターが来たじゃん。卵とバターでなんか作れるってずっとなんか料理が楽しくなってきちゃったな。いや絶対小麦とバターと卵でなんかできたって。絶対ケーキ系ができたって。バター。いや絶対いいものできたって。惜しかったな。あれ？ん？なんか下で音がした。いや。道は合ってるよ。合ってる。ん？合ってるよね。こんな道だったっけ？おお、なんだなんだ。あちちあちちあちち。あ、出汁をゲットした。投げナイフ。急に強いのやめてくれ。あいつら魔法使うのか。攻撃力はちなみにどっちの方が上なんだろう。ダメージ60、ダメージ96、こっちの方が上か。相談数に難はあるけどって感じだな。あ、ちなみに弾薬は9ミリタイプだぞ。 3.8 だけど盾と出汁を用意します。出汁となんか作れないかな。いつアマゴとダメか。たまんキノコがな、あれば。回復するか。ん？なんだ？ペットボトル飲料だ。これいくつ回復する？あー、なるほどね。回復系だな。キノコのスープ飲んで、ゆっくり回復してくる。あ、上に来たいわね。
無理か。なんかこう足の踏み台になるものを持ってったりとかこのゲームできないんだよな。この天井がもうちょっと低ければね、なんとかこう壁ジャンプとかできないよ。あ、今一瞬上に乗ったぞ。あ、よしよし。目出し帽くそ、いつもの癖で。オート武器ダメージ、カリスマ性15、マイナス15、カリスマ性が下がった。シンプルだ、金を出せ。なんだ、ジャガイモしか落とさないのかお前。こんだけやってジャガイモだけかよ、ちくしょう。あ、やばい、弾が。弾がついになくなった。あ、まだあったわ。向こうなんかありそう。よっよっ。はっ、なんもなかった、なんもなかった。弾ヒュンだよ、ヒュンヒュンするよ弾が。ああ、9ミリありがてえけど。おっ、なかなか、これなかなか、4つぐらい残しておけばいいから。やばい、もなんか使えそうだよな。武器は使っていけば使っていくほど良くなっていくのかな。ここにも。ミリでも回復だからな。スルフォー。あ、3まで来た。なんか新しい武器欲しいな。防具でもいいから欲しいな。今のところなんかやられるって気配が。おっと、
お、警官の服入らない。おお、たくさんあるな。あ、間違えた。なんてこった。もったいねえ。メタ脂肪と警官の服。ピストルダメージプラス、鎧に。カタツムリだ。エスカルゴは食べられますか？ああ、なんかヌルヌルしてるうんぬんかんぬしか書いてない。なんでもないアイテムがね、あるって結構なんか、ゲームとして楽しいよね。あそこなんかあるかな？なんもなかった。あ、棒がないんだよな。だしと。エスカルゴ、エスカルゴスープは？だしと魚、ダメか。いっぱいある。ボスが出てきそうだね。こんだけ回復あるってことは。足音的なのを聞こえとこう。食べちゃう。カタツムリはいらんだろう。お、いて、くそ。いて。野菜も生で食っちゃう。向こう側になんか、あ、戻れない。あ、取り忘れたバター。あ、間違えた。
まあいいや。あ、2体いる。手榴弾か。ああ。そういえば、これは。これあるじゃん。こっちにつければよかったかな。今思ったけど。キノコいっぱいある。メンガンで。キノコだー、キノコだー。もうちょっとこうなんかキノコのあれだよね、そのどこスープ作るためのキノコスープじゃなくてキノコの串焼きを作るための棒がさ、ちょっとあればいいけど、メガネの方がいいな。メッキャメッキャ。間違えた。間違ってバター落としちゃった。どうしよう、帰るっていう選択肢もあるんだよ。お、料理ができる。と言ってもなんかもう作れるものはないんだよな。なんかある。宝箱とかないかな。ないな。あー、これ失敗したらなんか痛い感じになりそうだ。
一旦帰るか。帰れます？あ、エッセンスがないから帰れない。エッセンスを取りに行かなきゃいけない。でかくね？死んだ。死んだ。武器を落としてきてしまった。って感じです。はい。いやー。ということで、まあ、今回はこれにて終わりたいと思います。サルファーでした。多分あそこに魔女がいるんだろうな。いやー、欲しいなぁ。弾数というよりはもう完全に武器が悪かったっていうのかな。これまた戻って回収ってできんのかな。でも、マップが同じだ。どうなんだろう。自動生成だったかな。忘れちゃったな。どっちかっていうとエッセンスが必要だね。帰ってこれなかったからね。エッセンスの補充ができればねいいけど、お金はでも毎回、あ、お金も消費してるわ。クソ、お金ぐらいは戻してほしいよな。まあ多分なんか救済措置とかそのうち多分出てくるとは思うね。この救済措置やからなんかアップグレード、なんか自身のなんか失った時になんかね、やっぱりタルコフでもあるように所持品を持って帰ることができるみたいなね、ストックみたいな、あるといいけど、まあとりあえず今回はこれにて終了です。はい、いや楽しいね。なんかルガーみたいなね、この初期銃がまたかっこいいですね。他にもね、ショットガン、サブマシンガン、ライフル、レバーアクションもあったかな、ボルトアクションも多分あると思う。一通り銃のね、やっぱデザインがね、あるので、ちょっとね、拾って確かめてみたいなっていうところもありますけど、なかなか難しいですね。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。